四日市カンツリークラブは三重県四日市市山城町に広がるゴルフ場である。三重県四日市市は太平洋戦争で壊滅状態となったが、1955年代には石油コンビナートとして高度成長の一翼を担っていた。そうした時期、和牛、東山は遠い、地元にゴルフ場があれば、との機運が起きていた。三重県では桑名と四日市が競合し、 県知事が一本化を図ったがまとまらなかった。ク名ナは商工会議所、諸戸正文と四日市は商工会議所、クキアヤナナの会談となり、ク名ナが在会中心で、四日市は大衆化中心で一致した。1958年6月28日、新たなゴルフ場の建設に向けて、株式会社四日市カンツリークラブが設立された。建設用地は、 四日市市の参議選、山城町で同年11月7日、コースは着工された。コースの設計は、広野ゴルフクラブの上田治が行い、施行は清水建設株式会社が行った。1959年12月8日、18ホールのゴルフ場が完成、開場された。四日市カンツリークラブは、会員の半数が四日市市在住で、 強度に支えられたクラブである。また、ワールドカップ、カナダカップ開催を目的に作られたコースである。コースは、ゆったりした広大な敷地を生かしたコースレイアウトが特徴で、フェアウェイは広く長いため豪快なプレーが望める、本格派向けの林間コースである。また、日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、 日本選手権大会に相当する日本オープンゴルフ選手権競技大会を2回日本プロゴルフ協会主催競技である日本プロゴルフ選手権大会を1回の開催実績がある郵便番号512-804830件四日市市山城町640番地ありがとうございます